やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。こんにちは。なんか、いや別に綺麗になったっていうか、物がないだけだと思うよ。前の部屋がなんかもう異次元に汚かったからな、物多すぎて。今日からはこの部屋から配信をしていきたいと思います。よろちけー。新居どこなん言わねえよ。前回錦糸町ですぐ行って俺あれだからな、あのサウナでよく会ったからな、視聴者と。俺っぽいやつっていう世の中にたくさんいるんだけど、錦糸町っていう情報がプラスされると確定になるんだよね。スタンミっぽいやつプラス錦糸町で。横にある盾いくげんしてる。なんでだよ、捨てるかよ。一番いいセットじゃない、ササティックにもらったアベンジャーズのポスターと。ここに本棚置こうと思ってんだよね。なんかついに配信しやっぽい部屋にしようかなと思ってんだよね。わけのわからん本ばっかりになるかもしれん。俺が変な宗教にハマった時はわかるわ。本棚見たら今の傾向が。いや、フラッシュだね。やべ、ルーミスターファーストストライク持ってる。大丈夫これって。まあなんとかなるでしょう。やべ、間違えた。あなたのチャンピオンが倒されました。まあでもこのガンク刺さるんで確定で。ナイスナイス。敵を倒しました。ありがとうございます。ヘルプじゃない、どうなのよ。キリングスプリーやるね。さあお前タワー下に突っ込んだけど、ほらタワー下行け。あれ行く。あかん、これはあかん。そこにいたか。あなたのチャンピオンが倒されました。フィードの香りするなー。行って、サンダーザスカイ行った。敵を倒しました。おおおお、やばい、毒出てない。待って、俺これチャンスじゃない。待っている。お前それは甘いでしょ。味方のタワーが破壊されました。おお、え、怒ってらっしゃる。まさか、うち MF いるんですけど。 MF そっち飛ばすよ。ヘッドアップ待ってね。ふー、リラックス。俺か、落ち着いてないのは。待てよ。はい、ブリンクを防いで、はい、シビアの、よし、オッケーオッケー、俺ここ通さない、俺ここ通さない。え？待って、行くな！そっちに行くな！おお！君！入っちゃったね。真実の地獄に。楽しいかい？殺せないから絶対に。甘えんな。絶対に殺せん。無理ー。え？敵のキリングスプリーン。あなたのチャンピオンが倒されました。まさか俺に来ない？シャットダウン。うわ。
TP の位置がうますぎるな俺。はいパンカーはいパンカーすんませんすんません。あ、ついにレベルを越したんだけど。あーやってるなそれ。 NF 散るのマジいいな。毒出てね。お前お前お前敵のダブルキル。はい、オッケー、始まったー。ウィーン。毒どっちこれ、毒どっち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 、これ出てる、わかんないわかんない、出てるこれ、どっちどっち。いいよ、このそれは悪くないよ。おい、いや俺勝たい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 。出てるよね出てるよね、これどう、やったくないこれ、終わった。なんか思ったより多分あれが強かったね、ケインが。ごめん、ロリ初心者でイレラ使いたくてよろしければイレラ講座お願いしますってコメント来てるやるしかねー。お前俺の配信分かってる。たどり着いたんだな、スタンビジャパンに。教えます。何がロールかも教えてあげるよ。イレリアとロール教えてあげる。うーん、対面フィズですよね。対面がイグナイトを持ってくる可能性がある場合、イグナイト持ってきましょう。じゃないと 1v1 勝てなくなっちゃうんで。はい、それでは始めます。ロールにはじゃんけん要素があります。敵のその重要なスキルが入った時にこっちは突進するんですね。逆もまたしっかり、こっちのスキルで重要なスキル入ってやら敵は突っ込んできます。あっからさまにもう敵は強いスキルが1個あるんですよ。フィズの E っていうのはね、無敵にあったなとダメージが発生するっていう、すごいねロールの中でも珍しいスキルの持ち主なんですね。それが主要スキルと言っても過言ではない。それを敵が使ったと同時にこっちは突っ込むと、それをまず意識する。はい、ここから戻ります。はい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 、敵が使いました。フラッシュ見てるよフラッシュ見てるよ、見ててフラッシュ見てるからね。オッケー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 、こうやってリリア使います。今の実際ね、実際心理戦が繰り広げられていたんですよ。マジなのこれ、マジなの。フィズはもう逃げるか逃げられないか際どいところだから、フラッシュインでダメージをぶち込もうとしてたところを、俺はフィズのフラッシュインが届かないギリギリの位置を陣取ってたからこそ、リリアがダメージを出し続けていたんだよね。実際そういう攻め際があったんだけど、ちょっとレベルの高い、今の実際レベル高い。平穏か自由か選ぶのは我々だ。でこれは強気にいきます。なんでかっていうと敵のイグナイトないからです。これソロキルします。今からかなり後です。うん、勝った。まあ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 敵を倒しました。いらなかったかな。あ、なあ、ずれた。
うわーマジかー、ミスったー、急に布団の中に突っ込んじゃった、最悪おばあちゃんのこの足の運びを教えてくれた。敵を倒しました。これあなたのチャンピオンが倒されました。あ、でもイレリアにとってこういうキルってめっちゃプラスだから、これは本当にした方がいい。体を流れるこの力を見ないのか。マジでリベンケアで次は分からない。え、大丈夫、シャットダウン、味方が倒されました。ゼラスがうざすぎる。奴らに来たのはあなたのチャンピオンが倒されました。あーだーりー、だーれ、金もマジでマジでキメーな、この試合あーきしょい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 、サイドレーンの奴らが貸してきしょい、サイドレーンマジできしょいわ。あ、ドラゴンでしょ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 、明らかにドラゴンでしょ。はっ、いや、さすがに勝てる、リベ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 、え、え、ジジディフィート、しょうもねえ。なんで降格すんだよこの時期に。おかしい。ありがとうございました。なんか学べた？いい感じに学べたか？いや、レーンは良かった。レーンは非常に敵をブチブチにしてたんだけどね。じゃあサイズ